投資タリバティはチャンネルメンバー様を募集しています。動画を早く見える特典などぼちぼちやってます。どなたでも応援がてら登録してくれると嬉しいです。補足、現在実験的にメンバー様優先で投稿してます。内容も少し有料級な情報も入れていこうかと思います。相場感やムーブなどご参考になれたら幸いです。てんてけてん。親愛なる皆さん、ごきげんよう。グロース株チェックしてますか？投資タリバティです。それでは本日の気になる銘柄を紹介します。てんてけてん。4168ヤプリ、先日メンバーシップにて先行紹介した銘柄ですが、今日は大きく上がったみたいですね。業績急拡大トレンド突入で見直したい流入とのことで、株単のニュースなども追い風となったようです。こちら成長性はあるのですが、今までは広告費などがかさみ赤字でした。最近は黒字化しており、広告費もそろそろって感じの方針みたいです。すでに大手の顧客が揃っており、営業力次第では今後の伸びも期待される企業です。個人的レーディング、逆転バナーの復習銘柄です。1518三井松島 HD、 井村銘柄現在といったところでしょうか。言うて株単の大株主の欄からは消えており、もう売っちゃったのかもしれません。しかし彼が見た景色を我々凡人は数年後に見るわけです。三井松島が話題になった当初、誰が三井松島に目をつけられたのかって話です。そういうところなんですよね。投資って個人的レーディング、次はサイボーズだ銘柄です。6145NITTOKU、 こちらは視聴者様に教えていただいた銘柄ですね。スタンダード市場小型小型モーターの首位でしょうか。今日も地味に上がっており、私の含み益も少し増えました。こういう銘柄をこういうチャートのこのポジションで買えることの喜び、多くの人がもういらんと言って投げ捨てたから、こういうチャートになるわけです。そこに企業の価値を測る冷静さはないわけです。相場の雰囲気でトレードしてる層は何でもかんでももういらんと投げ捨てるわけです。そこに企業の価値を測る冷静さはないわけです。初志貫徹の字もないわけです。個人的レーディング、都合のいい解釈の末路銘柄です。てんてけてん。総括近況、時価総額1000万円未満の中から小型株、おもちゃみたいにぶっ壊れた値動きをしがちなわけです。バブル相場というのはこういういかれたボラティリティにハエが集まります。2006年はホリエモンみたいなアイコンがメディアを賑わせました。てけてん。新興企業のわけのわからない会社の社長がハウハジャーと露出しだすと、その書が相場の天井の押し寄せなわけです。プライムにくら替え予定のカバーなんかは屋号とかいう社長が親しまれてるようですが、バブルの象徴とかそういう感じではないわけです。何を言っているのかというと、バブル相場はまだ始まってもないと、そういうことでしょうか。てけてん。私なんかもバブルバブル言ってますが、本当のバブル相場なんかはこんなもんじゃないわけです。毎日持ち株のいくつかが安高になるような世界観、東証グロース市場指数がぶっ壊れた時が真のお祭りの開催なわけです。昨今の日本のいかれ具合を見るに、その日も相当くないのかなとは思います。てけてん。もちろん未来なんか誰もわかりません。日本がいきなり利上げのフェーズでドボンするのかもしれません。グロース株チェックしてますかということですが、金利やらビックスやらなんやらかんやらも結局は全部チェックしておかないと、どっかのバランスがどう崩れたのか把握できないわけです。あんまし真面目にやりすぎると投資は疲れます。てんてけてん。最後までご視聴いただきありがとうございました。相場は自己責任で命を張りましょう。それでは皆さん、また見てね。ご清聴ありがとうございました。